近鉄600系電車は近畿日本鉄道が同社養老線において運用する目的で1992年から従来車各形式を改造して投入した一般車両である2007年の養老鉄道発足に伴う養老線の同社への移管に際しては近鉄を所有者としたまま養老鉄道へ対応する形で運用されたその後2014年4月1日付で 形式、車両番号はそのままに、養老鉄道に譲渡され、近鉄からは形式消滅した。さらに2018年1月1日付で所有者が、一般社団法人養老線管理機構となり、養老鉄道に無償で対応する方式となった。本校では、派生系列である610系、620系、625系についても記述する。 電算記号は4系列ともに D。シングルアームパンタに乾燥された601、近鉄各線で用いられている20メートル94、扉車体を持つ標準型一般車両のうち、比較的車齢の高い旧型の余剰車を、ローカル線である、養老線の輸送改善向けに改造、改装して転用したグループであり、狂気仕様への統一、比較的低速な養老線での運用に合わせた、 電動車比率の抑制が行われている。統計列の導入に伴い従来車は廃車となり、特殊狂気線と工作線以外の近鉄線、旅客用車両からは、吊り掛け駆動方式と比例棒の車両が消滅した。転入時にワンマン運転対応改造と、車外スピーカー設置が行われた。本線系の車両と異なり増結、解決は頻繁に行われないことから、 区530系使用時代の区510型を除いて、貫通ホロが撤去され、本線系の車両とは、若干異なる顔つきになっている。2013年以降、養老鉄道養老線の新型 ATS 導入に、伴い、 2016年までに同系列では601回、602回、604回、606回、611回から614回、621回、623回から625回に車上装置設置工事が行われた。2016年以降に検査出場した一部編成のパンタグラフが従前の筆型及び下枠交差型から、 シングルアーム式に交換されており、2017年10月時点では601回、606回、611回、614回、623回のパンタグラフが交換されている。ツートンカラー時代の620系本線系列車と同じ塗装とマルーンの塗り分けで、近鉄時代から養老鉄道への運営移管当初までは、この塗装で運転されていた。2008年7月6日に、 最後のツートンカラーである601階がツートンカラー積別イベントを実施し、ツートン車は姿を消した。ただし、後日のように本線系統の登場時の塗装を再現した復刻塗装車として定期運用につく車両もある。さ550系窓のない部分にトイレがあった1992年登場。本線系統の増結用車両が転用されたため、 この系列の前身となる改造元車両の出自は以下のように雑多である。転用改造後は中間に南大阪専用差6150系改造の差550型を挿入した3両編成と2両編成があり、導入時の600系の編成は以下の通り。種車が製造時期の異なる様々な形式から捻出されたため、標識等、微等の形状や、 ロングシートの形状、座席の肘掛けの形状や背面高さが異なっている。三両編成は団体専用列車への重当を考慮して差550型にトイレが設けられていた。MC の主電動機は6000系の電動車を電装解除して捻出したメガバイト -3082A であり、出力は三両編成が1 3 5ット 二両編成が 75kW であったが、現在は全車 135kW に統一されている。養老船転属にあたって一部車両の MC 車は、KD-101 系空気バネ台車を申請した以外は、6800系や6000系からの発生品を改造の上で流用した、金属バネ台車の KD-39C 型や、KD-48 型を装着する。 なお、シュリーレン式台車の申請は、この KD-101 をもって、最後となった。制御装置は 1C4M 制御の VMC 型である。終電装置は、MC 車連結側に1機搭載するが、606回発車車の下枠交差系を引き続き搭載した。電動発電機は、HG-634 型を TC に、圧縮機は D-3 回形を MC と T に、 装備している。2008年11月から2013年12月にかけて601回606回602回604回の順に B 更新が5移動研修車庫で施行され、内外総材の交換、側面窓の一部固定化と差550系のトイレの撤去が実施され、トイレのあった場所は立石スペース化された。先に更新された。 後日の610系や625系と異なり、雨どいの形状が変更されている。2016年までに4両の除籍車両が発生しており、605回は2001年6月に、603回は2016年4月に廃車された。2016年4月現在は3両編成が2本、2両編成が2本の、軽重量が在籍している。 2016年4月に廃車された603階は、2015年時点で、在庫する600系列では、旧仕様の内装デザインで残された唯一かつ、最後の編成であった。この編成は増結用戦闘車であった主車の9 9 5 1とも1658が1966年に、落成して、後に固定編成化され、1993年11月に、 洋老船に転属して以降、車体塗装を除けば内装には特に手を加えられず、約23年もの間運用され続けていたが、洋老船車両の新型 ATS 化に伴う運用離脱によるダイソーが主な理由となって2013年頃から予備車扱いとされていた。他編成が順次、P 更新工事が行われる中で六百三回の P 更新は施行されることなく、 603階を除いた全車両の新型 ATS 加工事が完了した2016年になって引退が決定され、同年4月2日の D03 サヨナラ臨時列車を最後に定期運用を終了し、同年4月6日から7日にかけて、塩浜研修車庫に改装された後に、同年4月8日付で、車席抹消の上で廃車となり、1600系、1800系時代から通算して、 約50年の活躍に幕を下ろした。なお、廃車後に発生した、KD-101 系台車は611回の台車更新に転用されている。1993年に、名古屋線1800系1801回の1804回、及び南大阪線6800系も6850、型を、養老専用に改造、改版して登場したグループである。 大垣駅寄りからも610系区510系の2両編成を蘇生する。種車の1800系は狂気化改造の際に運転台寄りのパンタグラフが撤去されている。増結用としても6850型を伝送解除した区530型が増結され、区510型に連結した3両編成でも使用されていた。その際には区三十一は百十一階に、 5 3 2は612回に増結と決められており、613回614回には増結されなかった。主電動機は600系に準じるが、制御機はもともと一新 4M 制御であるため主車のものをそのまま搭載した。台車はも611が空気バネ台車の KD-101 を装着する、以外はすべて金属バネ台車とされ、制御車は KD-39 を制御電動車は KD-48 を装着しているが、後に編入された五百5 7 1は空気バネ台車の KD-61A を装着している。運転台撤去車の五百5 7 1工術の6 2 5系転属に伴い、6037回から外された九6 0 0 0の中間車。 元さ6109がさ571に、階板の上で611階に組み込まれ、三両固定編成に、されている。この際、もう611の台車は、KD-101 から、KD-48 に交換されているが、2017年の検査出場時に廃車となった603階の台車を、流用する形で再度、KD-101 型に交換されている。 611回から614回サ571型は2001年から2002年にかけて、雨どい取り付け、内外装材の交換を中心とした B 更新が施行され、後に空530型を除いた全車の座席モケットが交換された。613回614回は、電気検測車は軽クンの養老船計測運転時の控え車となるため、 区513.514において撤去していた、ホロザの再設置、及び区は25との連結用のジャンパ線設置等の対応改造を受けている。区530系2両は2001年に廃車された。2019年には、編成単位での廃車が発生し、5月に613回、7月に612回、9月に611回、11月に614回が廃車となり、 形式消滅した。さ560系の屋根状タタンのパンタグラフ用の引き通し線とヒューズ箱は残されている1992年に南大阪線6000系6011階の6017階を養老専用に転属、改造して登場したグループである。大垣よりから空520系さ560系も620系の3両編成を蘇生する。 600系や610系とは異なり、クアナよりが MC 車となっている。中間の差560型は元電動車であり、電装解除された。トイレは当初から設置されていない。主電動機と台車は種車のものをそのまま搭載したが、付随車の差560型は転属改造時にも6000系の偶数番号車を電装解除したもので、 あるため KD-61H に変更されており、大垣寄りのパンタグラフは撤去されたが、クアナ寄りのパンタグラフは残されている。MC 車の制御機は1新 4M 制御の MMC 型に変更されている。2009年2月から2010年7月にかけて2回目の車体更新工事が623回、621回、624回の順に施行され、 600系とほぼ同様の内装更新と側面窓の一部固定化が行われた。同時期に更新された600系と同様に、雨どいの形状が610系や625系と異なっている。2004年に622回、2019年2月に623回が廃車解体されている。2019年9月現在は3両編成2本が現存する。 二千一年に南大阪線六千二十系六千三十七回を種車とする六百二十五回が追加されたことで生じた系列。編成の向きは六620系と同一で、大垣よりから空五百二十五差五百六十五も六百二十五の三両編成を蘇生する。種車の六千二十系が新生児ラインデリア、搭載車であるため、屋根の高さ、形状、尾灯の形状、 パンタグラフ等が621階から624階と異なっており、貫通扉ホロワクは撤去されていないが、転属改造の内容は、おおむね620系に0字、も6020系の偶数番号車は、伝送解除されている。主要機器も種車のものがそのまま使われており、伝送解除された付随車の台車は、KD-61H となっている。また、 外された差6109は610系611回の3両固定編成化に転用された。転属時に B 更新ワンマン対応が施行されているため、旧仕様の内装デザインながらも上高扉。2018年10月に運用離脱、廃車となり、形式消滅している。近鉄幹線からの転入車では一番新しいにも、かかわらず一番早い消滅形式となった。 600系604回戦六復刻塗装、池の駅600系606回、ラビットカー復刻塗装ミノツヤ駅610系613回、大垣市制百周年記念号、池の駅類似系列が、大道商位の改造を行っており、上記概要を表にまとめて掲載する。なお、系列番号の後に付けた印は、通過標識等の形状で、が、角型2段。 印が丸角2段であることを示す。養老鉄道600電車に関するカテゴリー。ありがとうございます。